孫殿英は、中華民国の軍人。はじめ北京政府、直霊派、国民軍、法天派自家路貫軍に、後に、国民政府に属した。字は先駆け元。はじめは、教理の私塾で学問を習った。しかし、同学との喧嘩を教師に咎められた腹いせに、塾の校舎を放火で焼き払ったため、追放された。以後、孫殿英は、 バクトやアヘン売人として青年時代を送った。貴族の長を治むの配下となり、侵害革命後に長が竜鎮下率いる鎮下佐軍に第二祖父として組み込まれると孫も馬弁となる。孫は上官の長代らと共謀して軍資金をアヘンの売買に流用し、暴利をむさぼった。後に落陽で民間秘密組織、 乗船病同会教師の両取り朝によって、大領大空に引き合わされ、さらに大きな力を持った。1922年に、武志軍の河南陸軍第一混成団、団長兼与西鎮守し、超高齢の副官、木有連連長、ついで栄長。1924年の第二次、笹口家戦争で、直霊派が敗北すると、孫は、 カナン自治軍を称して自立し、先聖省やカナン省で略奪牢石をしながら軍を維持していた。翌年、鎮火佐軍に復帰、ダマ配下に加わり、第五根性タビタビ町に任ぜられた。1925年3月、ダマが国民軍の固形欲に敗北すると、孫殿英は国民軍に不り、第三軍、第二司令官の根性タビタビ町に任ぜられた。 副市長を経て、派の公認で、第二市市長に昇進する。しかし、第三軍が、先制省に入省後、すぐに離脱する。途中で略奪を働きながら闘進し、三等省の長総省を敗下となり、諸玉博の下で、第五市市長となった。南口の戦いなどで、孫は、国民軍を相手に優先した。これにより、長や諸の賞賛を受け、自家の貫ね軍 第25首司長に任命されている。その後中国国民党の北伐軍とも戦い、1927年春、河北省での戦闘の功績から第14、軍軍長兼大名陳樹氏に任命された。同年2月、ジカロ・ツラネ軍は、河南省侵攻を決定、第14軍は、河南保衛軍を撃破し、3月22日に開封を占領。しかし、 河南省への北伐を開始した、氷玉省率いる第二集団軍に撃退されてしまった。10月、自家の貫根軍の河南省再進行開始を受け、北部の東員県、A テル市、危険等を占領するが、孫連中率いる第三祖寺によって、再び撃退されてしまった。1928年6月、長総省は、最終的に敗北し、 自家の貫船軍は崩壊した。孫は、小介石に降伏して、国民革命軍第六軍団第十二軍軍長に、任命された。これにより孫は、清志統領近辺に駐屯した。その際に、孫殿英は、演習の名目で、生太校や乾隆帝の寮母を盗掘し、大量の財宝、文物を奪い去った。この行状は当然ながら国内世論の大々的な、 避難、球団を浴びた。しかし、孫は洞窟した財宝を、円尺残ら高官たちに賄賂として送りその庇護を受け、結局は罰せられることはなかった。1930年の中原大戦では、孫殿英は、氷玉将や円尺山に味方して、藩賞根軍第四方面軍第五祖事葬式兼、安記賞主席として、安記賞北部で戦った。しかし、 同年9月に、長学寮が、小解析支援のために難化してきたため、藩射連根軍は瓦解した。孫は、中原大戦後期から長学寮と秘密裏に連絡を取っており、敗戦後は、長の庇護を受け、東北軍売下でしばらく返陸軍第2四市、第二支支長第四十支支長に任命された。 満州事変後の1931年11月、第41軍軍長に昇進。広市場に秘密工場を作り、アヘンや偽札を密造して、軍需物資や黄金を得た。一方で、共産党員とも通じ、公選要求声明を発している。1933年2月、東北軍のバンプクリンが、熱火で大敗したため、孫は、 第9軍団葬式に任せられ、救援に急行し、レッドパイク、続いて、頂上交戦で、日本軍と交戦している。最終的には、敗れたものの、勇敢な戦いぶりであったため、世論の称賛を受け、補給物資や、救護要員が殺到した。同年5月4日、紹介席から、大見西クトンコント区弁に任命され、大見、監縮。 姉家方面の統治に参加するよう指示された。なお、これは、小介石が、孫と、蒸気三照を統治する、海賊橋とを衝突させ、友倒れを狙おうとした罠であったとされる。結果、孫は、姉家の馬広氏王子と交戦したが、次第に劣勢となる。1934年3月、孫は、参政省の円釈山に投降して、軍権を剥奪された。 5月には、何王金から、軍事委員会北平分解高等顧問に、任命された。1936年6月、鬼殺政務委員会委員長の総哲元から、孫は、殺死北保安司令に任命される。翌年7月、日中戦争が勃発すると、紀北民軍司令として、日本軍への抗戦に従事する。北平陥落後は、敗山兵や、 大立の漂流者、約3000人を急合して行動に渡り、紹介石より、鬼殺遊撃指令に任ぜられた。孫は1万人にまで膨れ上がった将兵を率いて、ゲリラ戦を展開して、大きな戦果を上げ、紹介石の賞賛を受けた。1938年、河南省林県に駐屯して、日本軍と戦い、新編第五軍軍長に昇進。 翌1939年1月より、鬼殺戦クレイカーとして、河北省にも展開した。この時の孫の戦績は良好であり、また、八祖寺軍や日本の外来政権など、様々な勢力と、密かに連携していた。特に、紀北民軍司令当時から従っていた、副軍長の慶はじめ堂は八祖寺軍と関わりが深い人物で、 1940年2月から3月に、鬼殺戦区と八祖寺軍との交戦が発生した時には、英立港から援護命令を受けても、刑の意向で八祖寺軍との交戦を避けていた。しかし、そのせいで、主会票の第97軍が、劉白省の八祖寺軍第129市の襲撃を受け、壊滅的被害を負ってしまった。 小介析や何王金からの追求を恐れた孫は、全責任を刑に負わせ逮捕しようとしたが、それを察知した刑は、翌年1月、八祖寺軍司令部へと逃亡した。1943年4月、林県で孫殿英は、日本軍に敗北して、捕虜とされ、これに降伏する。その後、同じく捕虜となった第24集団軍軍長。 法兵軍と共に5月6日に南京国民政府への参加を表明、和平建国軍新五軍軍長に任命され、さらに第四方面軍の指揮官や余北保安司令も兼任している。孫は職権を利用してアヘンを販売し、暴利を貪さぼる一方、密かに紹介席とも連携をとっていた。1945年8月の 日中戦争終結後、孫殿英は、紹介席への基準が認められ、新編大子祖事軍葬式に任命された。この時の孫は、下北で、南京国民政府が残した、こういう財産を収奪している。1946年7月、国境内戦の全面的開始に伴い、孫は、第三重隊司令官に任命された。 1947年4月、人民解放軍と河南省党員で激しく戦ったが、5月2日に敗北して捕虜とされた。この年の冬に、孫殿英は、獄中で、アヘンの中毒症状により死去した。去年59、ありがとうございます。